アムールモデムカードの例オーディオモデムライザーは1998年7月にインテル主導で策定されたパソコン用ライザーカードの規格である。アムールスロットと PCI スロットアムールは AC97 準拠のオーディオやアナログモデム機能の物理層を接続するための規格と指摘とされた。コネクタには46ピンスロットが使用され、信号線として AC97 規格の AC リンクのほか、S、PDIF や USB、アナログ信号および電源などが含まれている。従来、アナログモデムは国ごとに規格が異なるため、国際展開するメーカーのモデルでは国ごとに別途、PCI のモデムカードを搭載して出荷することが広く行われていた。これに対し、アムールでは、物理層の部分を分離できるため、 物理層のみの安価なアムールモデムカードを使用することで容易にラインナップを揃えることが可能となりコストを抑えられる。またオーディオ機能に関しても処理を行う回路を多くの部品の混在するマザーボード上から分離することは有益であり入出力端子で差別化することも容易となる。このようにアムールはメーカーが PC を出荷するの際に 豊富なオプションを用意かつ安価に準備するための企画である。そのため、汎用の PCI スロット等と異なりアムール対応ライザーカードが単体で販売されることや、エンドユーザーが自分でアムール対応の拡張カードを購入、装着することは想定されていない。またその際の互換性の保証もされない。言ってみれば、エンドユーザーにとってアムールスロットは、 マザーボード上の配線パターンのようなものに過ぎない。ただし、一部の PC ショップでは、アムール対応のモデムカードなどが、少数ながら出回った。メーカーにおいてもオーディオ機能は、比較的早くに、標準的に搭載されるようになったため、実質的には、モデム専用スロットとして扱われた。また、モデム用としても、すでに量産体制が整い十分に、 低価格となっていた PCI のモデムカードが引き続き使用されることも多くアムールが狙い通りに普及したとは言い難い後継企画としてはインテルが主導するコミュニケーションネットワーキングライザーとインテルに対抗する AMDC3 等が策定したアドバンストコミュニケーションライザーが提唱されアムールは両企画への発展的解消という形で消滅した両規格の対立は 最終的に CNR への一本化という形で収束している。ありがとうございます。